防衛大臣の小野寺康則と申します。私が普段警戒監視をしている役所が、ここに一番近いということで、初めにご挨拶をさせていただくことになるのかなと思っております。山田美樹さん、国会の中でそのお姿を見て、私いつも素晴らしいなと思っております。特にお若いんですが、大変謙虚な方でありますし、また外交あるいは経済政策さまざまな分野でとても優れている方です。若手では本当に光っている方ですので、ぜひ皆さんのお力で、三度、こうしてまた押し上げていただければ、そういう思いで来させていただきました。今日はこうして皆さんたくさんお集まりですので、少し安全保障のことについて、なぜ私ども、自公政権がしっかりしなければいけないかということをお話をさせていただきたい、そう思っております。私は3年ぶり、2度目の防衛大臣ということになります。3年ぶりに帰ってきていますと、安全保障環境が本当に大きく変わっているな、そのことを実感をしています。一つはやはり北朝鮮、この弾道ミサイルの状況、もう一つはやはり中国が今大変軍事力を伸ばしている、こういうことであります。ですが直近でやはり心配なのは北朝鮮の問題となります。金正恩、北朝鮮のトップの方は、実はご案内の通り大変弾道ミサイルをたくさん撃つ方です。去年は1年間で20発、今年はすで、にこの時点で16発弾道ミサイルを撃っています。お父さんの金正恩さんの時には1年間に1発ぐらいの実験だったんです。ですからトランプ大統領がロケットマンということはなるほどなと思います。そのぐらい弾道ミサイルの実験を繰り返し、そしてなんとこの日本の上空のさらに上へ飛ばして、8月にも9月にも私ども特に東北や北海道は J アラートが鳴るようなそんな状況になりました。また核も開発が大変進んでいます。ご案内の通り去年は2回の核実験、今年は9月の3日に通算6度目の核実験を行っています。21世紀になって核実験やっている国というのは北朝鮮だけということになります。そして9月3日の6回目の核実験の推定出力、どのぐらいの威力があったかということを推定しますと160キロトン、これは広島に落ちた原爆の10倍です。ですから水爆と可能性も否定できないと私どもは考えております。もしこの東京に広島の10倍の核爆弾が投下された場合、どんなことになるのか、私たちの生活、日本人、大きな被害を受けます。もちろん防衛省自衛隊はしっかりこれを守っています。この瞬間も日本海に展開しました海上自衛隊のイージス艦はミサイル防衛システムでしっかり守っています。また万が一それで撃ち漏らしたり撃ち落とした後に破片が落ちてきた場合の備えとしまして、ここ首都圏ではその市街の自衛隊の中にペトリオットの部隊を配置しています。これで二段構えでこの国を守る、そのような体制を24時間365日しっかり守らせていただいています。こういう形で私ども応援をしているんですが、今回の選挙よくこういうことを言う方がいらっしゃいます。なぜこの時期に選挙をする。実は私、防衛大臣の立場から考える、防衛の責任者から考えると、むしろこの時期に選挙をしてもらった方がありがたい、そう思っています。もちろんこの北朝鮮の問題は外交で解決するのが基本です。私ども国際的な圧力を持って、北朝鮮の核・ミサイル、そして日本にとっては拉致問題、これを解決することが一番大事なことになります。ですが、もし外交でもこの解決ができない場合、アメリカのトランプ大統領はこう言っています。すべての選択肢はテーブルの上にある。ですから外交が万が一うまくいかないときには、おそらく武力行使、これも選択肢にある、こういうことなんだと思う。アメリカが実は北朝鮮と戦争寸前に行ったことは過去に一度ありました。1994年、その時核を開発するという北朝鮮に対して、アメリカは
圧力をかけて最終的にはブロック合意寸前まで行きました。ですが最終的には枠組み合意をして、結局北朝鮮は言葉では核ミサイルを開発しませんと言っておきながら、実はその約束を全く守らず着々と今に立った開発をしている。アメリカは騙されたわけです。実はこの時同じように騙された国があります。日本です。日本は何をしたかというと、その時あの北朝鮮に1000億円資金提供すると約束したんです。そして結果的に500億円北朝鮮に当時資金提供しちゃったんです。それが結局核ミサイルの開発につながりました。なんでこんなバカなことをしたのか、その時の政治は何やったのか、その時の日本の政治状況、1993年、94年何があったかというと、細川連立政権です。新党ブームだったんです。旗政権、そして村山政権。日本の国内は新党ブームで政治が安定しなくて政権がコロコロ変わったんです。ですからこの問題に対して政治がしっかり機能しなかった。私は今回この時期に選挙をしていただくことは大変ありがたい。なぜかというと、この時期にむしろ国民の皆さんにしっかり判断していただきたいんです。北朝鮮の脅威から誰がこの国を守るのか。私ども自由民主党は山田美樹さん、しっかり当選させていただいて、そして自民党公明党でもう一度政権をしっかり担当させていただいて、そして安倍総理のもと、できれば防衛大臣は私の立場でしっかりこの国を守る、これを私どもはこの選挙の中で訴えさせていただいているのです。政権選択の選挙です。誰がこの選挙でこの国を守る内閣総理大臣となるのか、誰がこの地域を代表して先頭に立ってこの私たちの暮らしを守るのか、それは山田美樹さん、私たちはそう思っています。ですが他の政党の中ではこういう政党もあります。選挙が終わってからとりあえず誰を総理大臣にするか考え、誰がこの国を守るかということを皆さんに約束しないで戦う政党もあります。あるいは今この瞬間も日本とアメリカがしっかりタッグを組んで、そして日本のイージス艦とアメリカのイージス艦が一緒になってこの国を守る、この体制を取っているから私どもは抑止力が高まり日本が守られているんです。でも平和安全法制を含めてこの日米の関係は見直す、こういう政党もしっかりあります。本当にそれでこの国が守れるのか、誰がこの厳しい環境の中で日本が守れるのか、もう一度言います。私たちは山田美樹さんをしっかり先頭に立てて、皆さんのお力で三度国政に送っていただいて、将来性のある素晴らしい政治家です。そして自民党公明党で安倍総理のもとしっかりとこの国を守らせていただきたい、今日はそのお願いでこうして来させていただきました。これからもどうぞ山田美樹さん最後の最後までご支援を賜りたい、そう思っております。今日はたくさんの来賓が来ております。私が職場が一番近いということで初めのお願いをさせていただきました。どうぞ山田美樹よろしくお願いいたします。ありがとうございます。